こんにちは、ダイレクトライン社長の広島です。今回は12キーを自由自在に操る方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。行動単体でしっかり抑えられるようになってきたら、その次にやっていくことは、よりスラスラ弾けるためにコードをキーの中での数字で覚えることですね。そしてこの数字で覚えたら、今度は一つのキーだけではなくて、全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と12のキーがあるので、12キーすべてでパッ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 と弾けるようになれば、もうどのキーでも演奏が楽しくできるようになりますよね。ではその12キーを自由自在に操る練習方法を紹介したいと思います。この12キーを自由自在に操るために、一つ一つ1,5,6m,4というように練習していってもいいんですが、やはりそれでは練習しててちょっと楽しくないので、楽しく練習するためには楽曲を使うことをおすすめします。おすすめする楽曲としましては、メロディーが簡単っていうことと、いろいろなコード進行が使えるので、この大きな古時計、この大きな古時計を12キーどこでもできるように練習してみましょう。これはですね、A メロのコード進行、数字で書いていきますね。1,5,6,4、そして1,5,1、そしておじいさんののところが1,6,2,5、そして3,6,2,5、そしてまた A メロなので1,5,6,4、1,5,1となります。サビのコード進行は簡単にも弾けるんですが、2mや 3m、6mを使うことによって、ダイアトニックコードの1と2と3、4、5、6、この6種類を使えるように練習していきましょう。まず C キーでやってみますね。 C、G、Am、F、C、G、C、 そしてサビが C、進行になります。キーが C だと、そんなに難しいことはないと思います。では C 以外のキーでもパッと弾けるように練習していきましょう。ではキーを F でやってみたいと思います。F はこの時にこの数字で1,5,6,4,1,5,1、そして1,6,2,5,3,6,2,5っていうものを声に出しながら、そしていきなり右手をつけようとすると大変なので、まず左手で流れをつかむことです。1,5,6,4,1,5,1、じゃあサビいきます。1,6,2,5,3,6,2,5,1,5,6,4,1,5,1。これが素早く抑えられるようになってくると随分楽になります。そして、右手なんですが、やはりキーが変わっていくと、最初の1,5,6,4,1,5,1 あたりは大丈夫なんですが、サビの1,6,2,5ぐらいになると追いつかないっていう方が結構いるので、ちょっとですね、右手のですね、早見表を教えますね。実は1と4と5が弾ければ、右手は
6マイナーの時も1と一緒でいいですよと。そして4と2マイナーを同じで押さえて大丈夫ですと。5と3マイナー。これをですね、一緒に押さえても大丈夫です。これをですね、覚えてください。そうすると、6マイナーが押さえ方わからないと思っても F この形そのまま弾いて左手だけを F から D に落とせば6マイナーになります。実はこれどうして使えるかというと6マイナーセブンスになってもう7まで入るので、むしろサウンドもリッチになるんですね。なので基本的にこのようにキーを早見表で弾くときには1と4と5さえ弾ければ2マイナーそして3マイナー6マイナーも弾けちゃうという寸法なんですね。なのでこのサビの1-6-2-5-3-6-2-5という進行ですが1から6マイナーの時右手はそのままで左手が変わる。そして G マイナーセブンスがわからないっていう時は2マイナーと4は一緒なので B フラットを弾いてあげればこれが G マイナーセブンスになってそして5は普通に C そして3マイナーなんだっけ A マイナー A マイナーはそっか A マイナーは C と同じなので C の押さえ方で左手が A そしてまた D マイナーセブンスと押してそして G マイナーセブンス C こうしてあげるとサビが「おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ」「今はもう動かないその時計」これでキーが変わった F も簡単にコンプリートできましたね。では今やったものどんどん応用できるかさらにやってみましょう。じゃあキーを A フラットでやってみましょうか。この時もまず A フラットの1と4と5だけは右手もちゃんと押さえられるようにしてほしいんですね。なので A フラットの1は A フラットそして4の D フラットそして E フラットこの3つはしっかり押さえられるようにしておいてください。そして左手が1-5-6-4-1-5-1そしてサビの1-6-2-5-3-6-2-5このように左手がまず流れをつかんでください。それができたら右手を加えましょう。1ではサビのコード進行で応用ができているか確認してみましょう。 A フラットから6マイナーの時は右手はこのままで左手を F に下ろす。そして2マイナーの時に左手は B フラットそして4右手は4と一緒でいいので D フラットそして左手は B フラットですね。そして5なので E フラットそして3マイナー左手は C そして右手はこの E フラットのままそして6マイナーそして2-5この流れでおじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ今はもう動かないその時計というふうにキーが変わってももう左手も右手もバッチリできるようになったと思います。最後に、もう一個ぐらいキーちょっと難しそうなキーでやってみましょう。では D フラットをやってみましょう。というフラットが
たくさんつくキーになるんですが、これも1の D フラットと4の G フラット、そして5の A フラット、この3つがしっかり押さえられれば問題ないです。1、5、そして6マイナー、4、そして1、5、1、3、じゃあサビのこの1、6、2、5やってみますね。1、6は右手はキープで左手だけが変わる、そして2マイナーの時左手が2で右手は4なので G フラット、そして5に行って3マイナーの時右手はこの5の A フラットのまま左手が F に下がるだけ、3、そして6、そして2、5、頭の中ずいぶんすっきりしたと思います。流れでやると、おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ、今はもう動かない、その時計という感じになります。このような流れで練習していくと12キーが自由自在になっていきます。まとめていくと、まず12キーで自由自在にできるには、まずコードを数字で考える。そして、練習方法としては1564とか数字だけでやっててもいいんですが、ちょっと楽しくないので楽曲を用いるといいですよと。で、例としては大きな古時計、これだと、6種類コードを使えるので、実際にその大きな古時計を12キーでやる練習をしました。そして、まず1番目にやったことは、左手でコード進行の流れをつかむこと。そして左手ができたら今度右手で和音をつけていくんですが、1564ぐらいは皆さん大丈夫なんですが、大体、2マイナーとか3マイナーあたりが出てきて混乱するという方、特にフラットがついたりすると多いので、そういう時には、先ほどの早見表、1と6マイナー同じ、2と2マイナーと4同じ、そして3マイナーと5同じ、こういう考え方でいけば、もう初見でキーがどこに飛んだとしても一発でしっかりと抑えられるようになりますので、ぜひ練習してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。